は完全な状態の化石が知られる最古の極竜類の一つである頭骨の長さは29センチメートル全長は3メートル -4 メートルと推定されている体重は1トンほどであったホロタイプ標本はワイオミング州オールバニー軍のボーンキャビン発掘地西部にあるモリソンルイ層の上部ジュラ系キンメリジ海中トン海の地層から発見された タイプ種 G パークパイノーラムは1998年にケネスカー・ペンターラにより記載された。G パークパイノーラムの復元骨格はデンバー自然科学博物館で見ることができる。ガルゴイレオサウルスの化石はモリソン・ルイーソーの創女領域2で発見されるサンクス・ギビング・ポイントの古代生命博物館にある骨格のキャストタイプ種ガーゴリアソリスパークパイノーラムの ホロタイプ標本は1996年にウエスタン、ペイリアントラジーラブスにより収集され、現在はコロラド州、デンバーのデンバー自然科学博物館に収蔵されている。ホロタイプに加え2つの別の部分骨格が知られている。ホロタイプはほぼ完全な頭骨と部分的な首から後の骨格で構成されている。この標本は、はじめ年に カーペンター、マイルス及びクロワードにより、ガーゴリアソリスパークピーニーとして記載されたが、2001年、アイクスニアート31.12に従いカーペンターらにより解明された。頭骨を含む骨格の大部分が発見されており、著しく三角形な方形方骨や臨場骨など頭骨に独特の造形を持つ。さらにこのタクソンは、以下の特徴で特徴を付けられる。 分部が狭いこと、七つ円錐形の全上閣骨葉があること、不完全な骨質の花の角壁があること、直線上に並ぶ花の空洞があること、二次鋼害がないことが挙げられる。また川骨に関しては二体の強骨化した頸部のプレートと多数の細長い円錐状の棘がある。ビクリスエトールでは、極竜類のアンキロサウルス化に配置され、 他のすべてのアンキロサウルス科の姉妹群であるという、ほとんどの以前の系統仮説に一致していた。しかしこの研究は、頭骨についてのみのものであり首から、後の特徴がポラカントス科特有のものであることに反している。A.B. ベントン、マイケル J ・ J., プリーヒストリック・ライフ、エディンバラ、スコットランド、ドーリング・キンダースリー、 p278isbn9780756699109http コロンスラッシュスラッシュ www.dk.com ハットフォスター j アペンディックスジュラシックウエストザダイナソーズオブザモリソンフォーメーションゼアワールドインディアナユニバーシティプレス pp 327から329カーペンター k マイルズ c クロワード k スカルオブ、エイジュラシック・アンケロースは、ネイジャー393、782から783、カーペンター、ケーザー・アーマード・ダイナソーズ、PP454-483、インディアナ・ユニバーシティ・プレス、ブルーメントン、ビクリス、マリアンスカ、アンド・ワイズンプル、アンコヨーラ・ソリア、インザジノサウリア、ワイズンプル、DB、ドットソン、P、アンド・オスモールスカ、H、 Editors University of California Press ありがとうございます。